マカド。そう、マカドもあるでしょ。うわー、ね、皆さんこんにちは。こんにちは。田中秀明さん、佐野です。山田です。今日はですね、ある横浜市のとある小学校に来ています。今日は、ある小学校から、貝の標本を寄贈していただくということで、学校内にたくさんこう学校内に寄贈していただいたので、それを、こちらの博物館に寄贈していただくということで、今受け取りに来ています。どんな感じで最初いただいたんですか？お孫さんが学校で元気に、はい、過ごしてた方の、はい、おじいちゃん、はい、おじいちゃんが先生貝の標本いるっていうおっしゃって、はい、あ、じゃあちょっと見せてくださいって言ったので、はい、じゃあここに標本たくさん持ってきた。すごい数ですね。すごい数でしょ。はい、ね、で私が持ってても、はい、で学校にこう置いてあっても、はい、十分に活用できないんで、はい、博物館の方で使ってもらえたら最高かなと思って、今日は見ていただくことになりました。ありがとうございます。じゃあ早速見ていきたいと思います。はい、行きましょう。これを集めた方のお名前とかっていうのは、これから聞いてみます。同じ人なんですかね。一人の方だと思います。しかし、いろいろ売ってますよね。多分ね、外国のやつなんか、はい、購入されたかなんかだと思うんだけども、よくあるね、はい、綺麗な貝だけ集めてとかね、はいはい、そういうのじゃない、ね、はい、そうですね。ちょっと変わった集め方してる。はい、ね、与論島とか石垣とか渡嘉敷とか、なんかもう沖縄のとか奄美の島とかいろいろ行ってた方なんですね。その沖縄ぐらいだったらね、はい、ご自分で行かれたかなと思って。そうですね。これなんかフロリダの会とかが、はい、取り行ったんじゃなくて購入したんですかね。もし取りに行ったとすると世界中行ってることになる。そうですね。まあ何ですか。何すごい。あった。マカド。マカド。そう、マカドもあるでしょ。ね、マカドも貴重ですよね。なるほど。伊勢洋楽屋なんかも確かね、マカドもあったと思ったな。イタボガキがね、東京湾から絶滅したの。へぇー、すごいじゃん、これ。すごい。マカドもなくて、すごいですね。へぇー。これは欲しい。欲しい。これは欲しい。この貝の上に載ってる紙がありますけども、これがラベルって言います。で、これにはね、取った場所とか、取った日にち、最終日、最終日時と最終場所が書いてあるんですけども、博物館的にはこのラベルがとても重要になってきます。この辺マカドが埋め立てられちゃうから記録しておこうみたいな感じですかね。どうなんですかね。なるほどなるほど。うん、どうだ、マカドが書いてる。27昭和ですかね。昭和27年、すごい前ですね。1900じゃないと思うんですよね。そうですね。昭和20まだ生まれてない今じゃ絶対もうないですからね、環境が。ない。そう、石油込みだったね。環境がなくて、もう本当にそこの標本っていうのはもう二度と手に入らない。珍しい種類じゃないけれど、そこの場所にはもういなくなっちゃってる。いうと、その当時の環境っていうのはどんなだったかとかっていうのを、この標本から見て取れるっていうのはもう、カエル界なんかにはもう、絶対にない。そうですね。価値があるんですね。そういう意味でそっちの方が貴重ですね。確かにね。特にうちの博物館、今東京湾の資料を集めてましてですね、こういったのもぜひともお譲りいただければという感じです。はい、よく見るとなんか、セミの抜け殻とかクワガタとかヘビとかのこう標本もありますね。ほら、これ鳥の巣？下にカニがある。こっちにはセミの標本とかクワガタとかカミキムシの標本もありました。こっちはね、ラベルがないんですけど、こっちはちょっとだけ薄いけど、よく見ると沖縄のクマ、沖縄のクマゼミって書いてある。
沖縄のクマゼミ、大阪のクマゼミ、横浜のアブラゼミっていう、すごい見にくいけどね、この消えかかってますけど、ちょっとラベルがありますね。撮った最終日とかは書いてないですけど、沖縄のクマゼミ誰が撮ってきたんですかね。これ面白い。なるほど、全部クマゼミの羽化核ですね。もうすぐ横浜も俺たちのものだ、シャーシャーって書いてる。面白いな。山田さんという方はちょっと今変わりますので、はい、よろしいでしょうか。はい、じゃあ、声は元気だけど、そうなんですか。一番私が気になるのはですね、外国の会というのは、中には必要なものもありますけど、一番必要なのはやっぱりその地元の会が一番貴重でして、で横浜の会ですね。で、視点が強いよね。横浜は海がもう失われてしまったですよね。東京湾のことしてるのかな。その海が失われる前の会の標本がいくつもございまして、素人には珍しくて綺麗な会見だろうと。それよりもやっぱり元々地元の、もしそれがあればですね、それもまとめていただいておくとですね、全体を見渡せるということがあるので、特にですね、もう廃棄しちゃうなんていうことであればですね、ぜひともいただきたいと思います。10ぐらいで亡くなられちゃったということだし、最後綱島にお住まいになって、三軒の近くとかその辺にもお住まいになってた、はい、あ、それでマカドのものが、なるほどね。あの回集め始めちゃって、はい、外国とかもなんか行ってましたよ。行ってたんだ。へえ。小学校の先生だったんですね。うん、小学校の先生、最後やっぱり校長先生かなんかを借りてた。はい、というわけで、たくさんの標本を見せていただきました。どんな標本がありますか。ちょっと変わったコレクションなんですけれども、基本はこれを集められた方が横浜の方だということで、横浜の古い標本があるんですけど、それが一番価値があるんですね。というのは、横浜の海っていうのはほとんど埋め立てられてしまったので、もうかつての海が残ってないんですけれども、でもかつての自然の海が残ってた当時の貝の標本、例えば吾妻錦であるとか、それから板穂垣であるとか、そういった今ではもういなくなってしまう、東京湾がいなくなってしまった貝の標本が残っている。しかも一応ラベルデータが場所とですね、年代とか書いてありますので、それが非常に価値が高いですね。ともかく、その横浜地元のやつがですね、地元の失われたものが残っている。それが一番価値が高いですね。確かに。そうですね。はい、というわけなので、皆さんも、もしこの動画を見ていただいた方は、自分の学校に標本があるよとか、昆虫標本があるよとか、方があれば、もしラベルがあれば、ぜひ引き取らせていただきたいと思いますので、ご連絡いただければと思います。うちの学校にも、前いらっしゃったので、そうですね、学校にもあるかもしれないので、はい、これもいっぱいありますので、またご覧していただくかもしれません。はい、というわけなので、皆さん、ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあ、今日はいただくということで、はい、はい、ありがとうございます。どうぞお使いください。じゃあ、さようなら。閉まるかな。